こんにちは、はじめまして。今回三田村良心さんの映像作品第一に音楽、帰るという曲の音楽をつけさせていただいた、辻と申します。今回ですね、この作品のコメンタリーを、依頼されまして、それで、こうして、おしゃべりしています。龍神さんとはですね、お互いにやっている、インターネットラジオの、つながりでですね、お会いすることができて、それで友達に、なれたんですけれども、今回ですね、こういうふうに、作品に参加することができて、すごく光栄に思っております。そもそもの発端はですね、僕がインターネットラジオ上でかなり適当にギターを弾いていたんですね。でそしたらそのファイルを龍神さんが勝手に、ダウンロードして、ご自分の映像をつけてですね、で僕に送ってきたんですよね。で初めはすごくびっくりして、自分がこう思いもよらなかった形で、自分の作品がね何かにこう反射して帰ってくるみたいなね、経験をしてですねびっくりしたんですけれども、その後にそれをもうちょっとねちゃんと、取り直して、で楽器の音も増やして、それで完成したのがこの曲に、なってます。お互いにね、何度もバージョンを、繰り返した、作品になっているようなんですよね。僕の方も何度も、やり直しましたし、それから龍神さんに話を聞くと映像の方も、何度もやり直して、かなり、手間がかかった、作品になっているということなんですけども、僕はまだ映像を見れてないんですが、どういう風になってるのかすごく楽しみです。今回は作品に参加できてすごく、楽しかったです。ありがとうございました。はい、冒頭はですね、DVD 第一のね音楽の担当してくださった辻さんの、コメントをねお送りしました。辻さんありがとうございました。実は大地のね DVD に関わってくれたスタッフの皆さんにこういうボイスのコメントをねお願いしたんですけれどもね、辻さん以外はもう全くもって無視されまして、コメントくださいませんでしたね。まあ、あんまり、あれかな、思い入れではないのかな、なかったのかな、どうなんでしょうね、忙しかったのかな、よくわかんないんですけど、まあ、ね、いちいちコメントをくれない理由まで聞くほど僕も野望じゃないんで、まあ、そこら辺はちょっと放っておきますけれどもね。まあ、本当辻さんありがとうございました。どうなんだろう。スタッフの皆さんにはね DVD 送ったんですけれども、全くもって反響ないです。はい、あんま面白くなかったのかもしれないね、反響ないっていうこと、いうことはね、うん、まあどうなんだろう、見てて面白い DVD じゃないのかもしれないですけれどもね。ただまあここで自信を失ってもしょうがないんでね、まあ自分はこれからも作り続けるんでしょうし、まあ頑張ってやっていきたいなと思いますね。ただね、自分が今作ってる映像の難しいところって、そのコマーシャリズムが全然ないんですよ。なんか例えばかっこいい歌手だとか俳優だとか芸能人がね映像の中に出てくるわけじゃないですし、ストーリーもねあんまりない
ないんですよ。あんまりないっていうかほぼないんですよ。もうひたすらイメージの世界なんですよね。だからそのまあ自分はプリミティブアートが好きなんでね、そのプリミティブっていうものを追求していきたいなっていう思いがあって、でまあその右脳の世界っていうかね、イメージの世界っていうのはね、どれだけこう追求できるかなって、追求 したいしできるかなっていうのが一つあるんですよ。でもう一つ意識してるのは絵画性なんですよね。色と絵ですね、絵柄、絵が動くね。そうするとこうアニメーションの世界にもやっぱり興味っていうのはあるんですけれども、現時点ではちょっとまた違った方向に進んでまして、でね、勝木さんなんかにも言われるんですけれども、僕がやっていることっていうのはもうその20年くらい前ですか、20年くらい前にビジュアルドラッグっていうジャンルがもうあったらしくてね、もうやられていたらしいんですよ。だからなんだろう、新鮮味はそんなにないみたいなんですね、知ってる人からすると。ただ自分作り手のからすると、やっぱりその時その時でやりたいことっていうのはあるし、そのなんだろう、その自分の問題として捉えていきたい、考えていきたいっていう思いはあるんですよね。だからなんだろう、例えばね、映像じゃなくて絵画とか彫刻へ例えると、いまだにモデルを描いてる人、もしくはモデルを作ってる人、人物像を作ってる人、ヌードモデルを描くという行為、もしくはそのヌードモデルを彫刻で作るっていう行為はどういった意味があるんだろうっていうことになっていくと思うんですよ。で、すごくね批判的なことを言うとすれば、もう今更ねモデル、ヌードモデルなんかやったって古いよと、歴史的な意味はないよ、価値はないよっていう言い方もできると思うんですよ。ただ逆に言うとね、今こういう時代だからこそ古典に帰る必要性があるっていう言い方もできるでしょうし、もしくはそのなんだろう、歴史的な意味はないけど自分にとって意味がある、価値があるからやるんだっていう言い方もまたありだとは思うんですね。まあ例えばじゃあ他の例えで言うと漫画もそうなんですよ。漫画も今一部のね、本当に一部の漫画家だけは最新の最先端のその技術を使って書こうとしてますけれども、ほとんどの漫画家は古風のね、今まで通りのペンですよ、ペンとトーンですか、スクリーントーンによる漫画を書いてますよね。まあ、だけどスクリーントーンがなかった時代の漫画っていうのも確実にあるし、そのスクリーントーンっていうのをね、そういう手法を開発したのが、誰でしたっけ、森やばい出てこない、まあ出てこない、あー悔しい、ちょっと今ねド忘れしちゃって出てこないんですけども、すっごい今喉がむずがゆいです。森山健太郎じゃなくて誰だ、もう森出てこないよな、もう本当ダメですね流進。まあだから漫画でもね、ほとんどの人は今、ほとんどの漫画家はいわゆる古風のね、ほとんど技術的には昔から進化のないやり方でやってるんですよ。だからその中において見せるべきは絵柄とストーリーになっていくわけじゃないですか。で、絵柄とストーリーっていう言い方をすると、まあ今のね、
その絵画なり彫刻なりでもその同じなんですよ。でまた自分の問題に戻りますと、まあ、自分が今やっていることおよびやりたいことっていうのは歴史的にはそんなにもう新しい付加価値はないとは思うんですけれども、まあ、自分がね今やりたい作りたいっていうあの思いはあるんでね、まあそのうちまた新しい展開がねあったらいいなとは思ってます。多分作り続けていく中でね新しい展開っていうのは来ると思いますね。まあそんな感じで、なんだろう、今言ってることってまあ第一映像作品第一のとはそんなに関係が深くないかもしれないですね、よくよく考えてみると。というよりもうちょっと全体的な話で、その自分の映像制作に対する 思いというかスタンスに対する話でしたね。でまあちょっと今ねいろいろ学業の方が忙しくてなかなかこう作れるものを作る時間っていうのがいう時間を作りにくくて、でやっぱそういう自分にとってすごくね辛いっていうか苦しい時期ではあるんですよ。だけどまあちゃんとねそういったことにもこう正面向いてちゃんと乗り越えて、それでちゃんと好きなこともねものを作っていくっていうことも続けていきたいなと思ってます。でも時間を作るっていうことに関してはもう自分次第なんで、まあサボったり遊んだりするのも自由だし、もう誰も強制はしないからね、自分で自分をまあうまくコントロールしてやっていきたいなと思ってはおります。それでね夏休みっていうのがね僕一番、夏休みと春休みっていうのが自分のやりたいことを一番できるね時間だなと思ってて、でそういう時こそねそういう時こそもちろん遊びたいんですけれども、その遊びと学びのね大事なバランスっていうのをね守っていきながらやっていきたいなと思ってます。でまあねこれから新潟行って明日はその舞台挨拶、緊張しますね、緊張しますけれどもね、映画館デビューするの初めてなんですよ本当に。そんで舞台挨拶っていうのもしたことないんでね結構緊張しちゃってるんですけれども、まあ映像始めて5年で映画館デビューっていうのはまあ僕の中では早いなっていうのが正直な理由で、普通に考えたら最初の5年ぐらいはやっぱり下積みの時期で発表なんかねさせてもらえないだろうっていう、まあそんな思いもあって、まあ第一の芸術祭終わったらね東京の方でも上映できるように映画館の方にねちょっと問い合わせしてみたいなと思いますけれどもね。でも普通に考えたら企画じゃなかったらお金かかるんですよね、きっと借りたりすると。そういうことをできるほどの予算はねないんでね、パソコン買っちゃったしね、お小遣い飛んじゃったしね。はい、まあちょっと今ねいろいろな意味で苦しい時期ではありますけれどもね、踏ん張っていきたいと思います。では失礼いたします。ありがとうございました。